今日 TPP 環太平洋連携協定の交渉の現状について業界団体や消費者団体に説明する会合を東京都内で開きます。ブラジルで行われているサッカーのコンフェデレーションズカップは16日1次リーグの試合が行われ、 A 組ではイタリアがメキシコを2対1で下しました。この後はサッカーでね、配信です。